お茶の間ショッピングの時間がやってまいりました。今回お送りするのは石栗かなみと久保田奈々美と筒井ろこがお送りします。ちょっと、はい、もう一人いるから、じゃあそこ変わろうか。お茶の間ショッピングの時間がやってまいりました。今回お送りするのは石栗かなみと久保田奈々美と中山夏目と筒井ろこと、違う、はい、そこは筒井ろこがでしょう、はい、もうやめてね、行く。お茶の間ショッピングの時間がやってまいりました。今回お送りするのは石栗かなみとキュルルン久保田と、なんで急に名前変えんの。だって私も目立ちたいんだもん。自己紹介で時間かけすぎじゃない。キュルルン久保田でいいよね。うんうん、グッズ紹介行ってみよう。ゲッチュお茶の間のファーストツアースタートダッシュで T シャツをゲットしたんだって。私はピンクのスカートとコーディネートしてお友達とショッピングに。いいね。私はジャージの上下と組み合わせてダンスレッスンに。いいね。私はお風呂上がりにあえてゆったりめなサイズを着て布団の中に。部屋着も。はい、お茶の間、お茶の間、お茶の間ショッピング。お茶の間のファーストツアースタートダッシュでマフラータオルをゲットしたんだって。私はライブに来るお客さん全員がこれを持ってて、客席中全部マフラータオルになってる光景が見たい。それ最高。私はいつかお茶の間の盛り上がる曲でステージと客席でこうやってブンブン振り回す演出がしたい。それ最高。私はお風呂上がりに。いや、そういう使い方じゃなくて、1枚じゃ足りなくない。そういう問題じゃないでしょ。じゃあ、いっぱい買って。それ正解。はい、お茶の間、お茶の間、お茶の間ショッピング。ゲッチュ。お茶の間のファーストツアースタートダッシュでアクリルキーホルダーをゲットしたんだって。私はメンバー全員分ゲットしてクリスマスツリーに飾ろうかな。ナイスアイディア。私はメンバー全員分ゲットして机の上に並べてダンスのフォーメーションのシミュレーションしたり。ナイスアイディア。私はいらない。だって一人でも多くのお客さんにゲットしてほしいもん。ずるい。そうやって一人だけいい子ちゃんぶっちゃってね。素敵。スーパーナイスアイディア。はい、お茶の間、お茶の間、お茶の間ショッピング。お茶の間のファーストツアースタートダッシュ、他にもいろいろあるんだって。私はやっぱり生写真ゲットしてね。私はやっぱりピンナップポスターゲットしてね。私はやっぱりカスタネット